大会開いてくれた。ありがとう。大会開いてくれた。ありがとう。ダタキ。ダブルリスト大会開いてくれてありがとう。ファイヤー出撃いたします。あの男は。アリオスさん大会開いてくれた。私たちを騙していたんです。続きオンファイヤー出撃いたします。いいよマサ。いいよマサ。岩手ナンバーワン。岩手ナンバーワン。じゃあスパイヤー来たぞ。ナンバーワン。岩手ナンバーワン。岩手ナンバーワン。おモスケさん。見て。この俺のジャンプ。岩手ナンバーワン。かっこいいでしょ。岩手ナンバーワン。ショボスケさん見て。はいはい、ショボスケさん。はい、これショボスケさん。服どこ？俺の服どこっすか？これかな？悪魔ナンバーワン、中井さんありがとう。プラス、はい、ということで決勝戦の飛行機見ていきましょう。どこからですかね。あーっと、北西側からですね。はい。どうでしょうか。北西側から、一気に降りてきました。ジョージ町のちょうど上ですね。かなりチーム、ね、5、6チームぐらいは一気に降りましたね、今。そして、ノラム、そしてノッチンチームも同じ方向を進んでおります。ザラキ目指しているチーム、鈴木オンファイアチームですね。そして、でこちらポチンキでは、あ、ポチンキおりましたね。おりますね。ポチンキデトネーターチームおりました。そしてただ他に降りようとしたチームは降りてるの見て離れていきますね。そうですね。もうデトネーターチームは迷わず垂直効果で最速でポチンキですね。もうポチンキ、はい、入ってますね。この場合だとポチンキ独り占めできそうな動きになってますよ。一気に行きまして、そしてこちら側はノボですが、ノボはこれ2チームですか？2チーム、そうですね。うわ、軍事基地なんだこれは。うわ、軍事基地もすごいですね。3チーム、オレンジ、青、赤、3チームですね。すごいことになってますね。降りてきています。これは20チームなのに逆に人口密度それぞれの街高くなりました、予選よりも。そうですね。まあ、軍事基地に関しては、その、なんて言うんですかね、3分割ぐらいできるんですよね、アイテムのある場所が。なので、ちょっと譲り合って離れることはできるんですが。司令塔と、はい、奥のここと、はい、あとはこのマンション地帯ですね。そうですね。まあ、譲り合いはちょっとできなさそうな雰囲気が出てますね。そうですね、タクマンプロチームと、ヤッサンチーム、こっちのあの2チームがですね、マンション側、完全に取り合いになりますね、これ。ただ他のところではもう序盤からの衝突っていうのはやはりあまりなさそうですかね。そうですね。たこ焼きマン選手がいきなり HP2 まで削、割まで削られ、たくまんプロ選手がいきなりダウン。たくまんプロ選手が2回ですか、ハンドガンで落とされてしまいました。おぉ。P1911 ですね。そして、たこ焼きマン選手もハンドガンで一気に落とされる。素晴らしいですね。たくまんプロチームが一気に2人まで減らされてしまいましたね。そしてマピマピ選手がショットガン遠距離打っていますが、このレンジどうですかね。少しレンジが遠いように感じますか、マピマピ選手。いや、ちゃんと狙えば十分当たる距離ではありますが、どうですか。ただ一旦止まりましたね、動きが。これは難しい形になりましたね。もうお互いここから詰められないですね。ここで詰めていった理由としては、もう完全に初動でそんなに相手が武器揃えてないだろうな、もうひょっとすると防具もないだろうなっていうことで、まあ武器を手にできたので、まあ先に詰めたっていう形だと思うので、ただこの後相手も時間を与えてしまったので武器は拾えるので、そのまま詰めてしまうと手痛い反撃を食らう可能性もありますから。おっとおっと、さらに1キルされましたね。天魔 CH 選手が屋上ですね。屋上でマグナムヘッドショット、メタコン選手から食らいました。このレンジかなり遠距離ですが、まあ、当たればあのダメージ低減とかないですからね。あれ、メタコン選手に行っちゃったんですけど、はい、スパイギア選手に行っちゃったな。メタコン選手、いた。ただメタコン選手は降りまして、回り込む。
今現在マンションは2チームですね。2チームがいます。そうですね。ただもうこの2人側のチームは正直残っているメリットはないんですよね。あの4人側のチームの足を引っ張りたいというのであればここに残って、まあ、戦闘継続したり邪魔をしてもいいんですけれども、まあ、基本的には離れてしまった方が得かなといった感じはありますね。逃げていきますね。奥側はその戦闘の間に悠々とアイテムを回収して揃いましたね。セーフゾーン、これ、はい、強烈な位置に、ね、うわー、今回の最後決勝戦パルスすごい偏りましたね。これ最後ミリタリーベース側になるということも十分にありえますよね。ありますね。決勝にふさわしい戦いの舞台が設定されましたね。そしてこれも真ん中に橋もありますし、はい、北側 と、東側のチームに関しては、まあ、早いうちにそろそろ移動を始めておかないと、まあ、パルスに飲まれてしまうと。できれば車を見つけておきたいですよね、全チーム。この北側、ザラキ、そしてジョージあたりに降りたチームとしてはもう悲しくなるほどにきついパルスになってますよね。はい、車取れてるんでしょうか。逆にポチンキギリギリ入ってますし、ガトカも入ってますから、まあ中あたりで途中から降りたチームに関しましては間に合いそうではありますよね。はい、ただどの程度把握できているかわからないですけれども、まあ、明らかに南側のこのセーフゾーンの中にいるチームが少ないので、まあ、今車などを取って、空いてる家に早いうちに入り込めればその後の展開かなり有利にできるので、まあ特に近い、円の外周に近いチームほどそのチャンスあるので、まあ、これに気づいて動けるかどうかですよね。はい、ということで今一チームが橋を渡って軍事基地側に、見えない橋を渡っていますけども、はい、そうですね、橋を渡ってます。このまま渡っていればこのパルスですと、これ検問、橋で待ち伏せというテクニックできますけれども、あの自分たちも結局橋を最後には渡らなければいけないので、その先で待たれていたりとか、後ろから来た敵に撃たれたり挟まれたり、あとはまあ、その検問しようと思ったんだけれども来たチームが強すぎて返り討ちにあったりとかいうこともありえますので、あ、のぼでぶつかり合ってますか。はい、見ていきます。そうですね、はい、のぼ南側コンテナあたりですね。青チーム、エボリチーム、エボリトワチーム、そしてカルピス君、ネライトチーム、こちらがシード権を使った、前回予選1位のチームですね。コンテナの上取っていますのがピリですが、このコンテナの勝負気をつける点はありますか。そうですね、まあ、完全に入り組んでいるので正直入っていくメリットがないんですよね。お互い遭遇戦になってしまいますから。うんうんうん、なので、まあ、個人的にはもうコンテナガン無視でさっさと逃げてしまった方がお互い得になるんじゃないかなと。コンテナの中で戦うとお互い痛み分けになってしまう可能性が非常に高いですから。そうなりますと、ここはもうお互いに急戦状態を使うべきと。そうですね、まあ急戦にしようと言えるのであればそう言ってしまいたいところですね。実際トア選手、トアチームがですね、西側、南側ですね、南側にずれていき、はい、カルピス君チームも北側にずれまして、まあ、ここは戦闘を避ける、お互いに逃げるという形になりました。そうですね、お互い得がないですからね、まあその後で殺し合おうということで再会を誓って離れていきますね。まあもうこれはもう一旦血を交わしたライバルということですね、この2チーム。はい、プリモルスク見ていきましょう。プリモルスクは、おっと、先ほどもノッチンチーム、プリモルスクでアイテム回収していましたが、今回もプリモルスクを取るという形ですね。まあ、安定卓みたいな感じで、ここを狙ってますね。確かに、まあ、実際穴場にはなっていますよね。そしてこちら、お、北側ですが、アイテム回収して、車2台で。この北側で車2台を取るというのは、他残されたチームはかなり痛いですよね。そうですね。実際こちらリーゼフェルトチーム、徒歩で瀕死状態で走ってもう向かっています。もうこの、もうパルス来てますから、今から向かっても飲まれますよね、車がなければ。そうですね、徒歩では飲まれますね。もう性格悪いことを考えるのであれば、車乗ってるチームは道中の車のタイヤ全部割っていくぐらいやってもいいかもしれないですね。わ、そうなりますと全体的にもうパルス飲まれてきついチームが、北側もう全員そうなりますもんね。はい、ただまあ最初は確か秒間 0.5 ダメージとかですので、全然走りきれるダメージではありますから、まあ諦めるような時間ではまだないですね。はい、こちら
コロネチーム、コロネジュリスチームですが、こちらも徒歩で移動しています。北側からですが、このチーム、アシアチームは、これは船を使ってぐるっと回り込みパルスの中に入っていくという作戦ですが、そうですね、これはだいぶ暗いそうですけども、ダメージはかなり負うでしょうが、敵との遭遇を最低限に抑えるという点では一番いい選択肢ですよね、この中では。あとはガスが持つかですよね。それはありますね。ちょっと感染カメラとかわからないんですね。そうですね、感染カメラだとインベントリーの中見れませんから、ガスとあとは十分に回復をする余裕があるのかというところですよね。はい、まあ、ガス切れをすると多分かなり絶望になるとは思うので、生存に関しては徒歩です。この端から今徒歩で進むと、セーフゾーンの端に着く頃にはもう次のセーフゾーンへの収縮が始まってるぐらいですので。そうですよね、はい、まあ、海岸沿いから車が見つけられればそれに乗り換えるということも十分考えられていいと思いますよね。そうですね。さあ、順調に各チームミリタリーベースの方に入っているチーム何チームかありますね。また一チームミリタリーベースの方にシックスフィックスサウンドチーム入ろうとしています。大会で検問をやろうというチームは多分あまりいないのかな。ただ一応それをケアして車を少しぶらしながら動いてますね、はい、そうですね。直進をするともう頭抜かれてしまいますからね。ただこれ合いそうですよ。これは勝ち合いそうです。真横ユーリさんチーム反対方向に曲がっていきました。これ左曲がっていたら危なかったですね。そうですね。ただもう一台来てますね。こちらバギーは早々に右に曲がる。これは報告入ってますね。下側徒歩飲まれそうですね。かなでチーム、ユニックチームは車4台4人ですね。山を越えている。これ車絶対欲しいですね。あ、すいません、ゲームがクラッシュしました。すぐ復帰いたしますので少々お待ちください。一旦カメラに戻します。はい、一旦カメラに戻します。よいしょ。マジですか、はい、まあ、自分は今一応ゲーム内にはいるんですけども、現在パルスがまあ収縮をし続けているという形ですね。特にまだ戦闘は発生していないですね。お互い完全にその、避けて通り合うという形で、ミリタリーベースの中心部なんかはワンチームがいるぐらいで、逆に他のチームが寄れない空白地帯となっています。はい、画面戻しますね。船に乗っていたチームなんですが、船止まりました。あ、今包帯巻いて、一旦回復に入るってことでしょうかね。はい、回復してますね。ただちょっと距離が遠い。まあ、これ船のスピードを持ってすれば、パルス、次のパルスが動き始めるまでにはセーフゾーンに入れる感じではありますが。さあどうだ、これまたプレイヤーが一覧出ないパターン。ちょっと待って、もう一回厳しいかも。ちょっと待ってくださいね。出ない。そうですね、また前みたいに一覧が出ないかもしれない。ちょっと待ってください。セーフゾーン完全にもう、ミリタリーベースを中心にしております。最終決戦地はミリタリーベース周辺に間違いなくなるのではないかといった形ですね。今どこにいますかね。あの船のチーム、船のチームは左上の、左上の、あ、じゃあやっぱりダメです。もう一回ゲーム再起動します。はい、船のチーム、これヘルスやばいのではっていう感じが、しますね。一人がもうヘルス赤くなってます。回復が追いついていない。少々お待ちください。今ゲームを再起動しております。今アバラさんは同じように観戦として入ってもらっているので、アバラさんの方でラジオ感覚で、ラジオ観戦になっちゃうな。まあセーフゾーンも、次のセーフゾーン決まった時点でほとんどのチームが、セーフゾーンであるミリタリーアイランドへの移動を開始していますね。白いサークルが、ミリタリーアイランドを中心に展開しています。その外にいるのは、3チームほど、船で移動しているチームとガスカ周辺に2チームいますが、そろそろもう移動しないと次の収縮には間に合わないという形になっています。パルスの範囲が変わりましたら、口頭でいいので教えていただください。はい、
パルスの収縮開始まではあと1分半といったところですね。少々お待ちください。コネクト中です。そしてともちゃん選手が競技エリア外で気絶、アシカ選手も気絶、あの船で移動していたチーム、2人船から放り出されました。すいません、こうなゲームに今コネクトできないですね、はい、私のアカウントで。少々お待ちください。マジなやつですか。今リコネクトを試してます。あ、入りました。入りましたか。はい、問題ないです。もう少し待ってくださいね。あれだったらこっちで配信をしてもっていう感じはあったんですけども。そうですね、もうちょっと待ってくださいね。大丈夫なら問題ないんですけれども、はい、多分大丈夫と思います。はい、ちょっと船で移動していたチームは回復が2人分しかなかったため、2人しか生存しない状況で、セーフゾーンへの飛び込みへとな飛び入りとなっていた。そして南端、ミリタリーベースの島の南端を取っているのが OK ですね。大丈夫です、戻りました。はい、大丈夫ですか。はい、戻りました。ゲーム画面戻します。はい、はい、皆さんもお待たせしました。ゲーム画面を復帰させていただきます。ということで、船のチームがすでにもう2名となっているということですが、はい、まあ、船は遅いんですかね、移動というより回復が足りていなかった、ちょっと見通しができていなかったという形でしょうね。なるほど。まあ今現在なんとかパルスの中には入れていますが、これも時間の問題といった感じに見えますよね。はい。そしてこの2チーム、あのまだ本当の方にいますけども、このままタイミングを見て橋で渡るか海を渡るかを考えなければいけないですよね。スタイリッシュヌーブチームとカナデチームはもう完全に橋を渡るリスクを考えれば泳ごうということで泳ぎ始めています。そうですね。まあ、実は橋は誰もいなかったっていうのがオチにはなるんですけれども、リスクを考えるとまあ最善の選択になるのかなとは思いますね。さあ、こちら予選第1回戦優勝しました鈴木オンファイヤーチーム、ジョン・ドゥ選手、ボッチョ選手で TSRN 選手、他どうでしょうか。このパルス本島でギリギリにいますのはギリギリまで渡らないということを逆に考えてるんですかね。そうではちょっとあまりにもリスクがあるというような気はしますが、そしてリーゼフェルト戦チームはもう泳ぎ始めました。はい、続いてユーマイチームも今海に飛び込みましたね。やっぱ橋は渡りませんね。そうですね、はい。カナデチームが先に渡りきりましたが、ここかなり危険な位置ですよね。これはそうですね、正面の集落には奇跡的に誰もいないんですが、もう少し西側から上陸していたらこのニニックメジロンチームの餌食になっていましたよね。なぜこのチームはこんな近所で、住み合っているのかっていう感じはありますけども。さあ、ここ正面見て、そろそろ次の、セーフゾーンが決まってきますね。そうですね、次のパルスの範囲見ていきましょう。ちょっと撃ち合ってますね。やっぱこの家隣同士撃ち合ってます。パルスの範囲はミリタリアンダと北側、正面中央北側です。さあ、メジロンがダウンして残ったのが2名ですね。ただこれ2名ダウンしたのを見てアリカ選手出ていきました。おっと、突撃するようですね。おお、判断が早い。判断がいいですね、まあ、これは4人で合わせれば。そして一気に2階階段側を1人抜いて取りましたか。取りましたね。これは2ダウンから一気に詰める、はい、素晴らしい連携でしたね。ただその銃声を聞いてキルログも見て、もう1チームが近づいてきてますね。これ、ノラム、シアラ、はい、こちらのチームですね。ただこれは出てくるのを待ってますね。すごいいやらしいですね。セーフゾーンがもう決まっているのでこっちに移動するだろうという目測はできるので、それを狙おうという考えですね。ニニックチーム側はこれ気づいてないですよね。
はい、このシアラ選手 KR 持っててこの位置取ってるのはかなりいやらしいですよね。そして他のチームですが、リゼフェルトチームを泳いで何とか間に合いそうです。このラブロリチーム船でこれはどうしますかね。このまままっすぐ行き、どこから上陸するかですよね。そうですね。ただこれはまあこれラブロリチーム会場で、あれもしかして狙ってますか？狙ってますか？ロードキルを。ロードキル狙ってるんじゃないですか、もしかして。これは泳げ、これ引けますか？フィナちゃん、いや、ちょうど間をすり抜けていきました。気づかないだけか。気づかなかったですね。さあ、こちら北側ではマヨシーチーム、これは戦っております。ナスポヨ、こちらはデトネーターチームで戦ってますね。残り2名、詰めていっています。ヤマトン選手が1名キル壊滅させていきました。これはそうですね、デトネーターチーム全員1キル取っていった形になりますね。はい、ここで4人生存しているのは非常にいいですね、これだけの戦闘を経た後。ただこの先ほとんどの家にチームが潜んでいるということで、移動するのは危険になってきますね、デトネーターチームに関しては。ただまあこの集落取れてるだけでもかなり強いですよね。そうですね、まあ、セーフゾーン次第ではあるんですけれどもね。あと先ほどの左側のミミックチーム、やはり待ち伏せを受けて、そうですね、釘付けになっていますね。シアラ選手がしっかりと前を見ながら詰めていっています。ただこれお互い移動しないといけない局面ですので、はい、はい、厳しいですねこれ、あの移動を始めないと。ただノラーム選手がロードキルになってますよ。あらあらあら、うおー、一人引いていったぶっ飛ばしていきましたね。ぶっ飛ばしましたね。ハイネ選手をロードキル、一人ドカンと衝突してそのままぐるっと回る。これもう一台車があるんですね。そしてノラーム選手、そしてトン選手がまた1キル取ってきました。車があるので集合してからパルスの範囲内に入っていきたいところですよね。まだギリギリパルスのダメージ的には今耐えられる段階で、次のゾーンに収縮してからが厳しくなってくるので早めに移動したいところですね。東側の人口密度もかなり高くなってきましたよね。この山上にはウリー選手がいて、その下狙いドチームがいます。ただ横に広がっていますから結構囲まれているようには見えますよね。これエヘレティック選手が落下して気絶となっているんですが、はい、船から飛び降りたんですかね、もしかすると。船から飛び降りました。速度、はい、見誤りましたかね。さあ狙い選手登っているが正面にはすでにいる。さあウリ選手横から1キルして、そしてカルピス君選手をダブルキル。そこからさあこのまま見えてるグレネードを投げて牽制していきます。一旦引いた、今の逃げるだんだん、ただ遅れましてウル選手がダウン、カバーしていくようにホリー選手が入っていく。2ダウンから正面奥にいるのがフォーリアン選手、伏せている。残っているネイチェル選手が木の裏ですから若干死角になってますね。カレスピス君選手が、おっとこれグレネード当たりますか、どうでしょうか。あ、惜しい、少し右にずれましたね。ただこれは起こせませんね、しっかりとリアン選手が見ていますから。そしてこれ今画面左、マップ左端、はい、ノラムチーム、はい、今車で移動を始めます。これだわざとですか、だいぶ遅れてですかね。多分わざとですね。回復も十分持っていたのでここから車に乗って、まあその縁の安全、青いゾーンの周辺が、安全である状況で車で突っ切ろうという考え方ですね。はい、そして最後、ポリー選手が KR ヘッドショットでネイチェル選手倒しまして、チーム壊滅ということになってしまいました。これは今のはしっかりヘッドショットを決めていきましたね、はい、ポリー選手 KR のプレイ、ね、
に。これ南がすごいことになりますよ、人口密度が。移動、全移動開始してますね。はい、そしてこの状態ですと少し北が海がありますから範囲はさらに狭まりますよね。南側での戦闘激しくなりそうです。山頂を取っているチームが一気に激しくなりそう。おっと、ここは正面岩浦ワンダウンからブッチョ選手、周りを見つつ、やはりこういう時は車があると強い。鈴木オンファイア選手も来てますよ。鈴木オンファイア選手が回り込んでいる。今ここでダウンしているチーム、多分起こしても間に合わない可能性が非常に高いですね。そうですね、パルスがもう飲まれてしまいますから起こして、はい、行きたいがどうだ。なんとか回復しましたね。ただピンクチームに関してはもう厳しいか。マピマピ選手が近距離勝負負けてしまいます。ブッチョ選手パルス飲まれながらも横で打っていき、ダウン取って一気にパルスの中に入っていく。目の前なので走れば間に合います。残り55人。うわ、またセーフゾーンが強烈な位置に移動しましたね。そうですね、未だに3割ほどが海に入っていますね。鈴木オンファイアチーム3名残してパルスの範囲内に入っていきました。ただすぐ北東部に敵がいます。はい、そしてこちらどうでしょうか。シアラ選手はもう家族団らん、ゆっくりとした時間を過ごしておりますね。これは家が2つ岩が持っています。ディライブ選手チーム4人で1つの岩分かち合うこの岩が俺たちの命綱でかい岩ですね。さあ鈴木オンファイア選手がさらに1キル。これほとんど遮蔽物がないので、ノッチンチームも家取って生き残っていますね。4人全員生存です。ただこれもう家を取りたい、敵と勝ち合うリスクを負ってでも家を取りたいチームが増えてくるので、突入するチーム出てくるんじゃないかとは思いますね。そうですね、鈴木オンファイア選手がさらに1人倒して、あ、さあこれはさ、気絶を倒したんですね。パルスが残り45秒です。ユーリさんチーム家から出て範囲内に向かおうとしています。車2台うまく使っていますね。これは周りに撃てるようなチームがいないので逃げられそうです。1人残しました。あ、これは3台目ですね。車3台残してました、ゆりさんチーム。これは南側のチームはかなり乱戦の形で厳しいですね。そうですね、この山は厳しい。ここで鈴木オンファイアダウン。デトネタチームも待ち受けられてるんですよね。これ家にいることがバレているみたいで。あ、このハイドーン消しチームですね、はい、なのでもうこれパルス収縮のタイミングで絶対出ないといけないんですけれども、これ待ち伏せに対してどう対処していくか。そうです、あー動き始めましたね。正面右奥は山上からワンダウンを刺してスパイギアヘッドショット。そして一人残った、あ、ま、残ったセイルを放置してましたね。これはもう4対1ということで放置して移動します。シエルはもう起こす、シエル選手はもう起こさざるを得ないですね、味方を。ただこれお互い飲まれますから、飲まれますね。残り2人は捨ておかなければならないですね。これはよく勝ちましたね。もうあのブーストガン決まりですね。そうですね、全員ブースト決めて、おーっとシエル選手さらに倒して4人残りでパルスの中入ってきました。待ち伏せを何ともせず、ただここでまだ左端横端いましたね。エボリとピリにやられまして、ここでスパイヤーがダウン。なんとかスパイシュルーブ、シャカキン、ヤマトンが入って伏せて回復までしますが、スパイギアはこれ間に合わないでしょう。正面のに取っていますのがノラムチーム。この状況に対しては3人生存かなり大きいですね。そうですね、西端での戦闘勝ちましたのがユーリさんチーム、海岸沿いにラブローリまだ残ってますね。そしてこの海岸残りましたのがヤスさんチーム、海岸沿いでの戦闘です。あ、どっちん TV チームもいた家、これ制圧されてしまってますね。グレネードを投げて、この勝負お互い隠れる場所ありませんから、血のりを取っているのはこれはやはり上側でしょうかね、ゆりさん側でしょうか。南側に引いていきました。次のパルスは東端です。いい地ですね。ただ家が一軒入っているので、このノラムチームを圧倒的有利ですね。圧倒的有利ですね。これに関しては今現在上空からこういうような形になっております。ラブロリーはこれはもう本当にパルスギリギリまで海に入っていようってことでしょうかね。さあ残っているチーム、そうですね、ただ上陸するところは絶対見られるので、残って7チームですね。
さあこの家の勝負、周りにまだ1名いるんですよね。ポリー選手1名でこの家を打開しようとしています。いやかなり無謀な挑戦ですけども、どうなる。あ、だからこれはグレネードがあればバスルーム投げれば可能性としてありますよ。いやでもポリー選手いい位置にいるんですよね。いますね。うまく、ただそれを狙っているのがシャカキン。 HP が2割残し、なんとか伏せて回復していきたい。西側では勝ち残りましたユーリさんチーム。ラブロリーもなんとか浜に入っていまして、岩をうまく使ってなんか隠れていますが、そこはパルスの範囲内、ギリギリ範囲内でした。反対岸、シャカキンチームを遠距離狙っています。ただそのシャカキンチームが狙っていますのが南側の住宅地、ピリーエノクコエボリですね。ただこれワンダウンしていますが、小屋の中で起こせそうです。このセーフゾーン、まさに神のいたずらというほかありませんね。そして完全に西側です。その間には家があるので、この南側沿っていくのが一番安全な形だと思いますが、そこにはまたすでにチーム2チームいますからね。そして西側ではラブロリチームと戦闘行われています。いえ、これ車うまく使って障害物にしてますよね。そしてこのセロが遠距離でシャカキンにヘッドショットを打っていきました。この状態ワンダウンしていたんでしょう。ヘリが遅いです。これで残ったのがヤマトンスタイルシュヌーブ2人となりました。1,2,3,4,5 チーム、5チームですね。未だチーム、この家中のチームは動きましたね。出ていって先南側4人で出自ダブルバレル決めてきましたの石井選手。さあ残り25秒です。残っているのが5チームです。家の南側で、こちらユーリさんチームとの中距離での対峙となっています。しっかりスモークグレネード抱えてますね。本当に平原ではこれあるかないかだけでだいぶ違ってきますよ。これは南側での戦闘の間になんとか入っていきたいですよね。ただ木一本しかないのに対してこのパルスが始まりました。チームは車をうまく使って遮蔽物にしているので本当にいい形で。さあヤマトンスタイリッシュネーブ、ここでパルスでダウン。南側から登っている石井チーム、グレードを投げて一気に詰める。この家、この車の障害物がうまく働いている。スモーク、そして車がダウンして、そこから石井選手車破壊してダブルキル。奥にレニーが残っている。それを一気に3人で囲み込み、トリプルキル。石井選手、ただパルスでダウンしてしまいました。残ったのがピリーとラブロリチーム。ただ1人ダウンしてますから、これは圧倒的に倒しきれました。まだ4人残りですよ、石井チーム。石井のラム、ただこの2人を起こすのは難しそうですよ。あ、今チャンスですね。チャンスですね。ピリーはここから1人倒したい。2人見えてる、起こしてる、見えてる。これは起こしたいが、この判断がどうなるか。スモークがきついですね。ここしかないぞ、ここしかないですよね。ここ入ると、そして一気に3対2で、これ回復ないんですか、ピリー選手。ただパルスの範囲的にはピリー選手よりではあるんですよね。見えないんですよ、これ丘で。なるほど、こうなってくるともう絶望的ですね。ピリー選手勝つ道どうしていきましょうか。そうですね、セーフゾーンが回復もないってことですね。そう、回復ないですよね。これはどうでしょう。苦しいですよね。さあ車で走っていき、ノラム一人だけってことはもう分かってますから、後ろ回って足が見えている、ポスッと打って優勝が決まりました。1位ノラム5キル、シアラ3キル、石井3キル、トン3キル、おめでとうございます。第2回 PBG ジャパンドンカツカップスクワット2、優勝はノラムチームです。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、最後南からスモークグレネードを使って一気に詰めて